どうも、ナオチンでーす。メガテン5やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日はこの悪魔を育ててみました。これ、サタンですね。能力値ですけども、魔力のみ999まで上げております。どれぐらい強くなるんでしょうね。で、ユニークスキルですけども、敵対するもの、状態異常を付加するスキルの対象となった時に、特大威力の万能属性攻撃で反撃する。これ状態異常を使ってくる敵に対しては、ものすごく強いのではないでしょうか。まあ、ただし、状態異常に対する耐性は全くないんですけどね。で、スキルですけども、こんな感じにしております。攻撃はメギドアークですね。敵単体に中から特大威力の万能属性攻撃。対象のパーティー人数が多いほど威力が上昇するっていうやつですね。1対1だったらそんなに火力が出ないのかな。で、ギガプレロマとプレロマ。で、皆殺し殺し奈落。で、不屈の闘士と、一つ耐性を入れております。まあ、耐性を入れずに、全体攻撃のメギドラオンとかを入れてもいいのかな。はい。まあ、とりあえず今日はサタンを使っていきましょう。それでは連続バトルでやっていきたいと思います。MP が若干微妙だけども、まあ大丈夫でしょう。まずはターンババからやっていきます。防御力はね、まず下げてあげないといけませんね。でもって村雲をね、今つけてるんですけど、なんかダメージがね微妙なんですよね。別の技の方がいいのかな。で、メギドアークどれぐらいダメージあるんでしょうか。こいつはね一人なので、1対1だとどれぐらいか。技かっこいい。少な少な、2000、ミラクも4000与えたよ。ちょっと待って、威力低いな。ちょっと待って、威力が低すぎる。でもそんなもん、いや、マダンはまあまあほぼクリティカルだからこれぐらいいくけど、いや、これネギドアークだけ確実に弱いメギドアークが確実に弱いな。ちょっとこれなんとかならないなんとかならんか。どうしてもやっぱ2000ぐらいなんだよね。おお、やっぱ2000、うん、1対1だったからかな。このアイテムをパーティーになってるやつだったらばだいぶダメージが変わるのかな。だったらいいけど、いや、今の感じだったらちょっと使えないぞ。まあまあ状態異常使ってきたら跳ね返すっていうのはまあまあいいかもしんないけども、ちょっと待ってよ。今2人になりましたね。どれぐらいダメージ増えるの。結構増えてくればいいけど、倍になる。倍、うんうん、1人だと2000で、2人だと4000で、多分3人だと6000とか、なんかそういう風に倍になってくるんじゃない。多分そうだね。サタンは使う場所を結構選ぶんだな。使う場所を選ぶ、悪魔なのかもしれませんね。こっちだったら5000与えるでしょ。でもこっちだと多分2500とかしか与えないんだよな、1対1だと。2000、やっぱりそうだそうだ、はい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 。2体、敵が2体になった時に初めて能力を発揮する感じか。
なるほどね。はい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 。これなかなか難しいな。これブラックももうちょっと考えないといけませんね。若干ダメージが低い。多分これが、1500ぐらいでしょ。村雲が3100ぐらいだったんで1500、600。あーやっぱりね、なるほど。ちょっとさっきのじゃ分かりにくかったので、3体いる状態で撃ってみましょうか。さっきはね敵が2体になってたのよ。2体でそれで、4000ちょっと与えてたので3体だと多分もっとダメージ上がると思うんだけどな。3倍になると思うんですけども、どうだろう。6000。あ、うん、やっぱそうだ。1対1だと、あ、敵が1体だと2000で、2体だと4000で、3体だと6000になりました。敵が多ければ多いほど威力が上がるね。なるほどね。ということは、ヒトシュラーと戦うときにものすごくいいんじゃない。あいつ4人で来るんで、サタンはすごく、適性があると思います。あ、なるほど、なるほどね。相手を選ぶタイプです。はい、それでは戻ってきました。今日はですね、サタンを使ってみました。サタンの攻撃スキルメギドアークですけども、強いです。強いけども、場所を選ぶスキルですね。敵が1体の時は弱いです。むしろ弱い。これが進化を発揮するのが、敵が3体以上のパーティーになっている時ですね。3体か4体になると、ものすごく強くなると思います。まあ、2体だったらば他のキャラクターとあまり変わらないぐらいの火力なんですけども、うん、場所を選びますね。1対1で戦うところでは、ちょっと弱いので使わない方がいいと思います。ヒトシュラとはものすごくね相性がいいと思いますので、こいつはおすすめです。はい、ということで今日はサタンでした。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。